スーパーボール犯人っぽく横跳びしてる。さあ対戦相手が見つかりました。守さん対戦よろしくお願いいたしますと。ウルガモス、ジバコイル、イルカマン、ドドゲザン、キラフロラだっけ。で、天敵ですね、ササンドラ。ドラゴンタイプマジで天敵だな。で、今回ゴーストタイプいないので、ムス君ぶっ刺さりでしょう。おそらくイルカマンスタートだと思うんだよね、相手は。だから逆に別に先発である必要はないのか。先発である必要はないけど、まあいいや、その後続をスッと倒すという意味でも、ムース君は悪くないです。で、キラフロールいるから、キラフロールいるんだよな。セグレイブはどうなんだ通りは。まあでもセグレイブ悪くはないか。氷。微妙か。いや、こうなんだよね、実は。これでいい。行こう。見逃すさ、このヨザルミミッキか迷ったんだよな。セグレイブを入れるか抜くかだね。さあ、キラフロールからの展開。これでも悪くないぞ。毒ビシッコで済むなら悪くない。命が消します。でもこいつあれか。タスキ持ちか。タスキだ。そうだよね。相手は何をしてくる？ステルスロック。えぐいな、これ。猛毒ビシプラスって感じか。ステロを巻かれて、まあ、どっちがも一番削られたくないかって話だよね。多分、セグレイブの方が定数ダメージ痛いので、セグレイブからかと思いきや、ここミミッキュです。やっぱセグレイブは最後にやるやつだから。やっぱり。さて、まあ、ここ鍵打ちで、キラフロール自体を倒しきれるでしょう。もうね、猛毒の毒ビシになっちゃうところですが、まあそれはでも、どのキャラ出しても変わらないので、仕方なし。ここはミミッキュの首を温存したまま、キラフロールを倒したことを、まあ素直に喜びましょうって感じだね。さあ、ミミキュー、命の玉で HP 削られて、あと毒、あれ毒刺さんなかった？踏んでないのか君はもしかして。踏まなかったんだな。さあ、お相手次何を出してくるのかなと。やっぱサザンドラとかきつい相手がいたので、そこを相手にしたくはないんですが、ドロゲザン、鋼タイプでしたっけ。ドロゲザン、ドド。これで、この時点でイルカマンはないっていうことが分かりましたね。素早さめっちゃ遅い悪鋼タイプなんだ。なるほど、持って。ここはどうしようかな。悪鋼だからちょうど、あれなんだよね、ミミッキュの対策なんだよ。思いっきり対策になってんだよな。ここミミッキュ残しておくのメリットあると思うんだよね。悪、鋼技飛んできたとき、通りが良すぎるか。じゃれつきます。全然入らんやん。あんま交換したくないんだよな。アイアンヘッド。これ、呪いかな。もうここまで来たら呪いしかないね。これで呪い入れながらドドギュザン倒してセグレイブにつなぐだね。でこいつ素早さは遅いので、まあそこで何度かなればなって感じだね。問題はここはテラスタルを見せるか見せないかになるんだよな、ここでの問題点は。で、毒を浴びた。あ、猛毒じゃないんだな。まあ自信が抜群だから自信打つのが安牌卓
ったけど、後ろに残ってるのがサザンドラの場合チェンジされるんだよね。僕の勝ち筋なんだろう。でも椅子だったら自信で倒せるし、いやこれ後ろの後ろに交換する読みでスララバリ打つのがいいのか。でももう総大将って何回も発動するんか。相手的には時間使わせたいから交換してくるんじゃない。これスララバリです。これうわ交換してこない。なぜじゃ。 Why？ まあでも呪いだからこの逸を残しても仕方がない。アイアンヘッドこれ痛いよ。倒された。うわ交換してこないんだ。ラス1じゃあドラゴンじゃなかったのかな。ドラゴンって飛ぶキャラじゃなかったのかな。僕はサザンドラだと思ってたんだけど。ダメか。対戦ありがとうございました。つえー、ドド計算自体はでも別になんとかなりそうな感じだったね。普通に自信打ってたら多分倒してるっしょ。あれはさすがにサザンドラを怖がりすぎたんだな多分。そう、対戦相手が見つかりました。鬼太郎さん対戦よろしくお願いいたしますと。ラウドボーンアーマーが、にゃおじゃねえや、マスカーニャ、デカヌちゃん、うわー、なるほどね、サザンドラ、セグレイブという並びになってますね。まあ、サーフ号は正直入れたいけど、アーマーが僕に対して出てきたことないから、これサーフ号抜いてもいいかもな。全然抜いてもいいかも。なので、ゴーストが、1体かな。ラウドボがゴーストだよね。ラウドボがゴーストなので、まあでもラウドボ出づらいんじゃないか。これこのメンツムースくんスタートでいいんじゃないかな。ムースくんミミキュキノガッサかなだな。これでいきます。サザンドラへの打点を少しでも増やしたい。ミミッキュとキノガッサでとりあえず殴れはするから、サザンドラを1回ずつはね。それでどうにかしたいね。まあでも最後に出てくることが多いからな、サザンドラ手に負えないわ正直今のところ。あ、デカヌちゃんからのスタート、これはでも悪くない。命がけできる相手だぞこれは。さあ型破りですよと。型破り、こいつはやる気だったかな確か特性が。あでも命がけするのであんまりだね。そのゴーストタイプに効かなければとりあえず倒せますね。 OK で助けでもないのでデカヌちゃん無事倒せましたと。デカヌちゃん倒れて次へって感じですね。で次の戦いはそうだね、まあ、ミミッキュがベタかな。でサザンド出たらもうあれですね、もう惜しみなくじゃれつきましょう。ちゃんと出ました、じゃれつくします、じゃれつきましょう。っていう意味だと呪いがマジで安定卓の可能性もあるな。ノーマルテラサルで透かされることサザンドの場合なさそうだし、今のところ鋼か炎にしかなってないもんね。今回はしてくるんだ。なんじゃ、おそらく鋼になるんかな。お、悪だこれ、悪になるんだ。え、じゃあジャルつく抜群じゃない。え、全然あるぞ。じゃあ悪ハー、まあ、少なくとも強装技を半減って感じか。こういうパターンもあるんだな。そう、抜群で倒す。よっしゃ、誘んだ、倒した。嬉しい。王道の方じゃない気がする。ちょっと邪道な気がするな。さあ、まあ、何はともあれ、サザンドラは倒したので、まあ、そこは OK ですね。さあ、お相手、マスカーニャを出していきますと。で、マスカーニャは素早さ早いので、正直、影打ちぐらいしか僕はすることがないですかね。テラッサルもないので、
まあ、素直に殴っていきましょう。これで命の命じゃない気合のタスキを削っておきます。あるかもしれないので。でトリックフラワーでクソタイプになったマスカニア。まあミミキちゃんは倒されちゃうけども、後ろには木の傘が控えてるので一旦まあそこは悪くないかなって感じですね。いけるか。で草タイプになってるのでキノコの胞子は効かないですね。ただここで草技を相手が打ってこないと思うんだよな。賞味格闘に変えるメリットは大いにあるか。相手が地面技打ってこない、飛行技もなさそうだよね。さすがにこれキノコの胞子刺さるんじゃないかな。相手さすがに草技打ってこないっしょ。キノコの胞子打ってみます。テラッサルです。こっちは格闘テラッサル。でマッハパンチではないんで、え待って、使ってくんだこいつ。こだわってんのかな。じゃあトリックフラワーでこだわってる説あるな。効かないね。他の、まあ、アクアゾン通用しないのか。マッハパンチで、じゃあ2倍でいってくれ。本当だったら2回打ってたけど、あーうわー、僕がマッハパンチ打ってればマスカーニャを意識すぎたかこれ。まあでもタスキあるんだから確かにマッハパンチ2発で十分だよな。うわこれ自分の選択肢ミスだ。なるほど、逆に甘えだったわけだ。対戦ありがとうございました。負けちゃった。今の勝ち拾えたよな絶対に。なんか眠らせたくなってた完全に。よくない、眠りに頼るのマジでよくないな。ちゃんと勝ち筋を見ようの回だね。さあでも下がるポイントもないから別にいっちゃいいのか。